やか。びっくりした。何よ、人の顔見るなら悲鳴あげて。いや、なんか変な夢見てたんだ。夢？でっかい魔物が俺に掴みかかってくる夢。変なの。魔物なんてこの森にはいないじゃない。そうなんだけど。もうアビっては子供なんだから、ちょっと怖い夢を見たくらいであんなに大きな悲鳴あげて。お、笑うなよ。ちょっと年上だからってすぐお姉さんぶって。だってお姉さんなんだよ。血はつながってなくてもアディは私の可愛い弟。デブ。ちょっと小憎らしいけど。いっぱい何するかな。つまらないこと言ってるからよ。グーで殴るかな。グーで。何ブツブツ言ってるの。なんでもないよ。あ、そうそう、お兄様が呼んでるわよ。お師匠が？うん、早く行ってあげて。あー、また修行か。頑張ってね。お兄様、アディ起きたよ。起きたか、この寝坊助。おっしょ、おはよう。おはよう、じゃない。痛い。何グズグズ寝てるんだ。もう日が高いぞ。なこと言われても毎日の修行が。修行の量が足りないか。じゃあ今日からは素振り一日5000本だな。大体なんで魔法使いのお師匠が俺に剣を教えてるんだろう。ん？お前今なんで魔法使いの俺がお前に剣を教えてるかって思ったろ。え？痛い。そういう疑問はせめて俺の一撃をかわせるようになってから言え。ああ、言ってないのに。でも思ったろ。ほら、とっとと行ってこい。朝の修行だ。でも師匠、修行ばっかり。俺、冒険に行きたいんだよ。まだお前には早い。小さい時にお師匠が話してくれたような冒険がしたい。そのためにはもっと力をつけないとな。あほら、修行だ修行。はい。でも。でも。朝ごはんは？修行が終わってから。あう。サボったら飯抜きだぞ。ガーン、了解だよ、お師匠。行ってきまーす。どうしたの、お兄様。早いもんだな。あいつを引き取ってからもう14年か。お兄様、ちょっとアディに厳しくない？サイヤはアディに甘いな。だって可愛い弟分ですもん。厳しいか。そうだな。それよりサイヤ、お茶のおかわり。はいはい、お兄様。We'll be right back.
4998 4999 5000だ、終わった。アディ、お疲れ様。あ、サイヤ、どうしたの？お兄様からの伝言、モーさんのところに野菜取りに行けって。野菜？美味しいのができたからってモーさんが。あ、行く行く。アディ、モーさんの作る野菜大好きだもんね。って、アディ、よだれよだれ。あう、それとついでにイノシシも飼ってこいって。イノシシ？今年はちょっと増えすぎて作物を食い荒らしてるんだって。手土産にはちょうどいいだろうって。俺、一人で荷物持つんだよね。私みたいにか弱い女性に荷物運びさせる気？か弱い？あうぅ、くんくん、か弱い乙女にひどいこと言うからよ。か弱い何か？あうぅ、